皆さんこんにちは、柳です。今回は雪洞を作って一泊したいと思います。雪洞とは雪の斜面などに掘って作る穴のことで、猛吹雪の中でも風を防ぎ、外が氷点下でも0度を維持できるので、テントより過ごしやすいと言われています。万が一雪山で遭難した場合に備えて、雪洞を作って泊まる練習をすることにしました。今回は2つのことを検証したいと思います。日が沈む前に雪洞を作るためには、所要時間を知っておく必要があります。外が氷点下でも雪洞内で0度を維持できるのか検証します。温度計を2つ持ってきたので、中と外の気温の変化を記録してみます。今回登るのは岐阜県の大日ヶ岳。標高1709メートルで日本200名山に選定されています。麓にはスキー場があり、標高1500メートルまでゴンドラで登ることができます。今回登る山を選ぶにあたっては、雪洞作りが失敗する可能性もあるので、登山口までが近いことを条件にしました。この辺いいんだろうね。ちょっと戻るけど、あの木があるところら辺とかはもう、悩ましいね。一段戻るかも。山頂周辺で雪洞が作れそうな場所を探します。ここに寝たのかな。寝れる？ちょっと小さめだけど、迎えに来ちゃうかもしれない。こちらは風の影響が少ない反対側の斜面。プローブという道具で雪の深さを測ります。止まった。これより先は固い雪だと思うけど、居住空間ありそう。深さが本当にか、余裕だね。
来るとき寒いかもしれないけどな。日が沈むと急に気温が下がってきました。今回雪道を作ったらやりたかったこと、中と外の気温の変化を測定します。スマホと連動していて気温の変化を自動で記録してくれます。今回は2つ持ってきているので、1つを雪道の外に一晩置いておきます。もう一つは雪道の中で一緒に過ごします。おはよう。よし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 、全然そうです。ヤブのせいで。ちょっとマジでやってかいんだけど。よし。びっくりしちゃった。待てよ。だからこれを再沸騰させたい、雪と一緒に増量させて。俺らの呼吸で湿度が高くなるっていう感じもしないんだよな、雪の中で。
ここで外気温と室温の変化を見たいと思います。まずは一晩外に置いた温度計から。朝5時の気温がマイナス9.5度、夜中を通してマイナス10度前後だったことが分かります。続いて雪洞内の温度計はどうでしょうか。朝5時の気温がマイナス0.5度、昨晩ガスバーナーを使っていた時に5度まで上昇していました。その後は下がったものの、見事に0度前後を維持しています。2つのグラフを見比べてみましょう。雪洞内は10度以上暖かかったことが分かりました。やっぱそうね、40、50センチぐらい暑さ、そう。もっと右でもいいかもね。ジャンプジャンプ。うわ。行くぜ。あれ。まだあるの？